以上が今回の番組内容でした。それでは次回3月23日土曜日から放送予定の番組内容をお伝えします。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。町の出来事では市内で行われた様々なイベントや行事などの模様をお伝えします。心と体の健康について考えるコーナー元気のツボ、次回は知って得する検診特定健康審査をお送りします。今回のミニ情報のコーナーは3月1日現在の住民登録数をお伝えします。世帯数は12万1248世帯で前月より80世帯減少しました。人口は28万6397人で、うち男性が13万8663人、女性が14万7734人で、前月より全体で297人減少しました。3月29日金曜日から31日日曜日までの3日間、唐洲地域では津市指定無形民俗文化財唐洲沖引き行事が行われます。沖引き行事は20年に一度唐洲神社の本殿を作り替える式年遷座の前の年に行われ、本殿を作り替えるための御用材を9つの地区が沖引き車で奉納する行事です。詳しいスケジュールは広報津3月16日号をご覧ください。また交通規制も行われますので、ご確認の上ご来場ください。このあと45分まで市役所からのお知らせをお伝えし、45分からは赤ちゃんがいっぱいをお送りします。今回は僕らは気まぐれパフォーマーシャチの巻をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。